最近筋トレ頑張ってるんですが、お腹のもっとね、これぐらいバキバキ、こんなにバキバキならないと思うんですけど、これぐらい頑張りたくて、ちょっと今日は毎日やってる筋トレ紹介します。この3分プランクやってるんですけど、 YouTube でも出てくるんで見てやってみてください。はじめにこの前後に動くプランク30秒やってて、次この足上げプランク、この足上げがねめっちゃきついんですけど、はじめは10回からでいいかもしれないですね。私はもう30秒できるようになったんですけど、でちゃんと呼吸をしてしながら筋トレした方がいいです。次このサイドプランク、こっち30秒で反対側30秒ですね。こっち反対側30秒。これ名前わからないんですけど、このプランクも結構ウエストに効きますね。まあ、プランクはウエストにも全身効くんで、これがウエスト一番引き締まるプランクかも。これは時間ない時でもこれだけ10回、20回ぐらいは毎日絶対やってます。3分プランクはここまでで、これは毎朝今までやってて、この筋トレを1分足しました。これめっちゃきついんですよ。ウエスト引き締めたくて、これめっちゃきついです。頑張ります。またバキバキになったらアップします。